ホーム最終戦、そして残留への強い思いと初の3連勝でつないだ昇格への願いが火花を散らします。2022明治安田生命 J2 リーグ第40節、東京ヴェルディのキックオフでゲームが始まりました。ボランチに入っている馬場が長いボール、ここは競り合ったボール、まあ、東京ヴェルディの方はショートコーナーですね、はい、やっぱり変化つけた方がいいと思いますね。馬場のクロス、ファーサイド、ウンドカが待っているが、ここはまた甲斐がヘディング、縦パス、染のワンタッチ、ルーズボールはクリスティアーノ、そして小松だ、小松から奥山走らせる、奥山走る、ウンドカが回り込む、打てるか、奥山左足シュート、またスクリア、谷口、また奥山のスピードで見どころ作りました。加藤貢献、飛び込んだムータ、奈良和が拾う、あ、今小松は気がついて締めましたね、はい、佐藤亮が染野だ、染野から染野のシュート、先制点東京ヴェルディ、切り込んでいって最後染野、いや素晴らしいゴールですね。もうここドフリーになって前へ向かれてますからね、それはもうスルーパス綺麗に出てきましたね。最後落ち着いてましたね奈良はね。馬場がキープ、そして森田、加藤貢献、切り込んでいく、右足振りにいた、松山反応、森田クロスを入れていく、今度はムタのヘディング、ここはボール奪った加藤貢献です。逆にチャンスになります。今の取り方上手だったですね。加藤貢献クロス後ろから馬場が右足振り抜いた、ワンハンドセーブ、松山です。もうしっかり抑えたね、いいシュートだったですね。もう絶対ふかしてなるものかっていうぐらい、その馬場にボールが回ります。馬場のクロス、ンドカをターゲット、谷口、川村切り返していく、クロスを入れて、ンドカのヘディングシュート、2点目東京ヴェルディ、ンドカは今シーズン3点目、2試合ぶりのゴール、 J リーグ通算10点目の得点。岩手のセンターバック含めてもう足が止まってるんですよね。もう素晴らしいボール、ピンポイントで入れましたね。激しい接触、あ、いいですね、谷口ですね、対応したのが。ゴールキックになるというところですが、ここで試合終了を告げるホイッスルが鳴り響きました。東京ヴェルディ岩手を相手に2対0で勝利しました。